八坂神社は、長野県長野市城西の門町にある神社。善光寺三門の南西、中見世通りの日本西側の西の門通りに面して鎮座する。普段は観光客の喧騒からも離れた小さな神社だが、古くは日本三大祇園祭りにも数えられた長野祇園祭の舞台である。創建は一説2196年、源頼朝が信濃国を視察した際に、 薬病除けのため京都八坂神社を勘定したという。社地は1774年に全皇寺大観神住職から寄進されたもので、全皇寺との関わりは今でも深い。境内の様子あたり神社の祭礼は京都の祇園祭と同様に屋台巡行が最大の行事になっている。この屋台巡行は戦前には京都、広島に並ぶ。 日本三大祇園祭と呼ばれた大祭りであったが、経済面や人手不足を原因として徐々に衰退。松代群発地震の影響で1965年から1967年にかけて開催自粛したのをきっかけに、7年に一度の善光寺、ご会長の年のみの開催となってしまった。その後、長野の夏のビッグイベントは、1971年から、 始まった長野瓶鶴にとって変わられることとなる。しかし、かつて流星を極めた、この五祭礼の価値も見直され、2012年から長野祇園祭五祭礼屋台巡行として復活し、現在では毎年屋台巡行が行われるようになっている。当神社は前述の通り善光寺との関係も深く、江戸時代には善光寺大肝心の式の下で五祭礼が行われ、 禅光寺五祭礼とも呼ばれていた。現在でも祭りの最初と最後の神事には禅光寺の僧侶が参列している。ありがとうございます。